のみ、のみ、のみとは、接触動物門昆虫ツナの目インハネめに属する昆虫の総称。白身とともに、代表的な外部寄生昆虫に数えられる。体長は1ミリメートル以下9ミリメートル程度の小さな虫で、日本全土はもとより世界各地に分布する。世界で16カ、約200属、約1800種が記載されており、その全ての成虫が、 哺乳類など高温動物の体表に住み、吸血して生活する。人にも寄生するのみとして人のみがいるが、日本では衛生状態の向上によって滅多に見られなくなった。犬や猫など人以外の哺乳類や鳥類などには、猫のみや犬のみなど多くののみが寄生しており、これらの主に人以外に寄生する種も、人に寄生して吸血することがある。系統的には、 尻り上げ虫目に禁煙とされ、DNA を用いた系統解析からは、雪尻り上げ虫科と最も禁煙で、ノミメと雪尻り上げ虫科を合わせた群に、南半球固有の尻り上げ虫類である、ナナホリスティーデイ科を加えた系統が、他の尻り上げ虫目諸夏の姉妹群になるとの研究がある。これによると、ノミメは、従来の尻り上げ虫目のうち、寄生生活に特化した一群であり、 飲み類のみを独立の目として扱うのは不都合ということになる。また、飲み目自体は単系統の一群とみなされるが、旧来の諸化は人意分類的な多系統群や側系統群であり、見直しが必要とされる。日本語名の飲みは人間の血を飲むことから飲むのなまり、またはよく飛ぶことから飛びのなまりと言われる。漢字の飲みは書きたくなるかゆい虫という意味。 学名の財布やナプターは、サイフォン、サイフォンと、羽がない、アプテイラからで、口がサイフォンに似ていることと、成虫になっても羽がない、ことによる。成虫は、左右に扁平な体型で、縮主の体毛の中を動きやすいように流線型の、体をしている。これは、同じ外部規制性の白ミや、恥が、背腹に扁平なのと交代症をなす。 体長は1ミリメートルから9ミリメートルで、体色は褐色、または黒褐色で、硬い体表に感覚網を持つ。単眼はなく、複眼のみ。体長は、メスの方が大きい。なお、メスの方がオスより大きい昆虫は、のみ以外にも多く存在する。後期は、細長い興奮を有し、吸血に適した針のような形をしている。 体毛の中では移動の妨げになる羽が退化したため、飛行能力はない。それに代わって、発達した後ろ足とそれに、裏打ちされた非常に高い脚力を持ち、体長の六十倍の高さ、百倍の距離の跳躍をすることができる。だが、規制対象へ飛びつくことのみを前提とした跳躍を行い、少しでもしがみつきやすいよう、角、足をバラバラに向けての前転飛びとなるため、 着地は非常に不安定である。なお、のみは、外骨格かつ非常に体重が少ないため着地の衝撃は少なく、たとえ頭から落ちてもほとんど損傷を受けない。これはまた、しばしば人間観算では、数百メートル飛べるという表現があるが、体重を無視していることに留意する必要がある。その脚力のため体重の数百倍の重量物を引っ張ることができ、下記の 飲みのサーカスはそれを利用したものである。創始めのカヤーブなどと同様に酸化炭素を感知して機種を探す。機種が死ぬと新たな機種を探して移動する。通常、飢餓体制を有するため機種から脱落しても生きていられるが新たな機種に寄生できないと数日で死んでしまう。飲み類は運動能力が高く、たやすく、縮小を離れる。また、 白身類と異なり、機種を厳格に選ばない。ペストを媒介するのは、ネズミののみだが、人間の血も吸うために、病気の媒介が行われる。しかし、全く宿主を選ばないわけではなく、例えば、ネズミのみは、人の血を吸うこともあるが、ネズミの血を吸った場合にだけ散乱することが知られている。のみは、完全変態の昆虫である。楕円形の粘着性のない卵で、 動物の巣や地上に落下。湿度が低いと、孵化できずに死んでしまう。細長い治情。成虫の糞や、動物の体表から脱落した有機物を食べて育つ。幼虫期間は1から2週間程度で、三例を経て、さなぎになる。三例幼虫は糸を履いて、眉を作り、その中でさなぎになる。人や動物が近くに来るのを待ち構え。 気配を察知すると素早く浮かし成虫となり飛び移って吸血を始める。成虫は機種に寄生してから8時間以内に吸血を行った後24時間以内に交尾して48時間以内に産卵を始める。交尾したメス成虫は1日平均20から50個の卵を産卵する。成虫期間は2から4週間程度である。しばしばのみは 系統の離れた機種に容易に移行することが多いため、宿主範囲は広範である。通常、一種の機種に数種ののみが寄生するため、ペストをはじめとする、人畜共通の伝染病の媒介者とても悪名、高い。両者共に、寄生性を発達させた結果、二次的に羽が退化したもので、その祖先には、羽があったと考えられている。しかし、 ノミ類はサナギを経る、完全変態の長場眠め、尻上げ虫目の一部が、寄生性を発達させた系統であると考えられているのに対し、シラミはサナギを経ない不完全変態の昆虫である。ソワゴメに属し、系統的には大きく異なる。ノミは、無脊椎動物で、唯一の芸をする動物でもある。20世紀初頭までは、実際に、ノミのサーカスというものが存在した。 ゲイとしては、紙で作った、円錐形のスカートをのみに履かせ、実際には被せる、号令をかけるとぴょんぴょん飛び跳ねるのを踊っていると言って、喜んだり、のみに比べるととても大きなローラーを引っ張らせる、などがあった。実際にはのみを使わない、パントマイム的な舞台芸としてののみのサーカスもある。チャールズ・チャップリンは、映画、ライムライトの中で、のみに命令して片手から片手へと、 ジャンプさせる実際にはその奇跡を目で追ってみせるという芸を演じた。ヨーロッパの大都市の各地で春から夏にかけて、教会や視聴者前の広場などで開かれる古物詩。もともと、のみの湧いたような古着が主な商品として扱われていたことに由来するとか、のみのようにどこからともなく人や物が湧き出てくる様子を表現したなど言われているが、語源は定かではない。 飲み取り子、札飲み剤の原料とすることから、菊花の多年草である、女中菊、白花虫よけ菊の別名として用いられてきた。なでしこ科の越年草に、飲みの襖がある。水田などの水辺に群生する雑草で、高さは5な内市15センチメートル。昔から、これを、飲みのヤグに見立てたことから、飲みの襖という名がついた。ちなみに別属ながら同じくナデシコ科の雑草に、 飲みの綴きがある。さらに小さく短い葉を飲みの衣服に見立てたものとされる。ゲーテ作、ファウストの劇中歌に登場する。メフィストフェレスは、王様に寵愛された飲みにまつわる歌を歌い、権力者にこびへつらう姿勢を、ファウストの取り巻きに見立ててやゆする。何人かの作曲家によって曲が付けられているが、特に、ムソルグスキーのそれがよく知られる。曲中に、 笑い声が取り入れられているのでも有名。また、ヤンキードゥードルの日本語詞、アルプス一万尺の第二節でも、のみが、富士山に登る夢を見たという内容の歌詞になっている。日本では、猫踏んじゃったという曲名で知られる楽曲は、ドイツ、ベルギーでは、のみのアルツ、オランダ、ルクセンブルクでは、のみのマーチという曲名である。ドイツで人気を博した三人組バンド、 フリッパーズの代表曲に、僕の心の小さなのみ、デアクライネフロイマイナムヘアートソンという曲がある。また、この曲では、イントロ、感想、アウトロに、のみのアルツのメロディが引用されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。